はい、皆さんこんにちは。歴戦人コースの川原です。では2019担当スーパー速習講座鑑定理論、1回目の講義を行っていきます。この講座は、短期間で担当合格を目指す、そういった講座になりますので、まずは担当式試験の概要から簡単にお話をさせていただきます。はい、まず試験期日は例年通りですと、5月の第2日曜日ですね。5月の12日が予定日ということになります。科目は2科目ですね。行政法規とこれから学んでいく鑑定理論で、それぞれ2時間ずつで問題を解いていく。で、問題形式からと言いますと、5択のマークシート方式で、それぞれ40問ずつ出題されます。1問 2.5 点と配点されてますので、かける40問でそれぞれ100点で、合計200点満点で試験が課せられます。じゃあどれぐらい点数を取れば合格できるのか、合格ラインですね。願書ですと総合点でおおむね7割、要は200点満点なので140点が一応ラインと願書には示されています。ただ鑑定試験は相対評価の試験です。問題が難しければラインは上がっていきますし、問題が優しければラインは上がっていきますし、難しければ下がっていくということですね。近年はだいたい7割弱ぐらいで合格ライン推移しています。なので、目指すべきクリアポイントは、鑑定理論で40問中、28問70点70、7割以上クリアすることで、また目標にして学習を進めていくということになってきます。では実際の本試験問題確認していきましょうね。はい、こちらが実際の直近平成30年度の本試験問題ですね。A4 番でこうわらばんし的な、ページ数的に34ページほど平成30年はありました。で、1点だけ注意点がありまして、筆記用具なんですが、マークシートは、HB または B の黒の鉛筆でマークをする必要があります。シャーペンは使えません。シャーペンはマークシートの読み取り機がシャーペン読み取らないことがあるようですので、鉛筆を使ってマークをする必要がありますので、お手元ですね、鉛筆準備をしておくようにしてください。では形式見ていきましょうね。出題形式が4種類ほどあります。まずはでは問題2から見ていきましょうね。内容はまたね、まだわからないと思うんですけど、形式だけ確認していきましょう。じゃあ問題2ですね。選択肢が括弧1から括弧5という形で示されてまして、1行目、誤っているものはどれか。これ単純整合問題と言います。誤っているもの、もしくは正しいものを1つ選ぶ。そういった形式の問題ですね。単純整合問題です。で、続いてじゃあ問題1見ていきましょう。問題1。まず記述がイからホという形で5つ与えられていて、でさらに括弧1から括弧5という形で5つの組み合わせですね。記述の組み合わせ、イとニとかハとホとか、そういった組み合わせが示されてまして、で問題は1行目文末、誤っているものをすべて掲げた組み合わせはどれか。これ組み合わせ問題と言います。誤っているもの、もしくは正しいもの、すべて掲げた組み合わせを選ぶ、そういった形式の問題ということになってきます。で、続いての形式は、では26ページですね。はい、問題31見ていきましょう。問題31。一定の記述が与えられていて、そのうち、イロハという形で空欄ですね。穴が開いています。で、この穴に入るべき適切な語句の組み合わせが5つ与えられていて、それを選ぶ。これは穴埋め問題と言います。で、さらに鑑定理論最後、40問中最後の2問ほど、出される形式がありまして、それが計算問題ですね。じゃあ問題39見ましょう。問題39、いくつか数字が与えられていて、これを踏まえて計算をして、で計算結果が5つ与えられていて、で正しいものを選ぶ、自分で計算をして解いていく問題ですね。これ計算問題です。で、計算問題のポイントなんですけど、高度な数学とかは特に必要はありません。微分とか積分とかいらないんですけど、単純に足し算、引き算、割り算、掛け算なんですが、これ電卓を使えない、手計算、筆算で計算をしていかなければならない、そういった意味では難易度的な、ね、形式的な、ね、難易度の難しい問題ということになってきます。で、この4つの問題の割合ですね、直近平成30年度はどういった割合で出されていたかと言いますと、単純整合問題が14問、組み合わせ問題が21問、穴埋め問題が3問で、計算問題が2問という割合で出されています。特にこう組み合わせが多いですよね。組み合わせ問題というのは、確実な知識が1つ分かれば、それをヒントにこう消去法的に正解を導き出すことができます。なのでポイントとしましては、過去問を中心に確実な知識を増やしていくことが重要になってきます。10の不確かな知識よりも7の確実な知識で、合格ラインクリアする、そういった視点で学習を進めていく必要があります。では鑑定理論
どういった学習内容なのか、内容について確認をしていきます。鑑定理論の学習内容というのは、鑑定士が鑑定評価するときの判断の拠り所となります不動産鑑定評価基準、まあ、略して基準、あと弟分である留意事項、この基準留意事項について丸暗記ではなくて理解を伴わせて暗記をしていく、そういった学習内容ということになってきます。鑑定理論は担当式と論文式いずれでも出される、まあ、共通の科目です。特に論文式、これ論文、文章を書く必要があります。その文章というのは、例えば自分の考えとかを書くとか、そういったものではなくて、暗記してきた基準留意事項を駆使して回答を書いていく、そういった必要があります。つまり論文式試験合格するためには、この鑑定理論によっては基準留意事項の暗記というのが必須になってきます。一方担当というのは、マークシートでマークすればいいだけですので、対策としましては下取材されやすい箇所、まあ、キーワードを中心に、まあ、問題を通じて理解をしていく、つまりは問題を解きながら、まあ、アウトプットしながら知識をインプットしていく、要は、習うより慣れるということですね。数多くの問題を解くことによって知識をインプットしていく、で全体を数多く繰り返すこと、これ受験用語で回すというんですけど、どれだけ多く回すことができるか、それが重要となってきます。特に1回目のこの講義を受けて復習ですね、細かいところは気にせずに全体の大枠をつかむことを意識して、どんどん先に進めてください。細かいところは気にしないで、細かいところを気にしているといつまでも先に進めることできませんので、とにかく大枠をつかむことを意識してどんどん先に進めて、で何回も繰り返すことによって細かい知識については分かってくるところもありますので、とにかく数多く全体を繰り返し学習する、回すことが担当対策としては重要になってきます。はい、では使う教材を確認していきます。はい、まずはお手元2019合格基礎テキストというのが届いていると思います。こちらを使って講義をしていきます。講義で使用するテキストがこの合格基礎テキストということになってきます。一応形式を確認していきますと、じゃあ80ページ使ってちょっと説明をしていきますね。80ページ、で、本文でこのまず実践で囲まれている部分がありますよね。こちらが基準を表しています。不動産鑑定基準の基準を表しています。一方下こう点々で点線で囲まれている部分、こちらが弟分の留意事項を表しています。で横見出しがありまして、担当の取材年度とか論文の取材年度とか示されています。こちらの基本テキストはこう担当論文共通の基本テキストということになってきます。あと効果形24と書かれています。効果形というのはこれ論文試験向けの補助テキストのこれ番号になりますので、まあ、担当対策としてはこの効果形というのはこう無視するようにしてください。あとコメントなんかもありますので、重要なところは適宜指摘をしていきます。で続いてお手元、こちらパワーポイント画面集というのがお手元届いていると思います。こちらはこう先ほどから見せています、このパワーポイントの画面を冊子の形にしたものがこのパワーポイント画面集ですね。こちらの復習の際にパワーポイントの確認用として使うようにしてください。はい、で続いて、足別鑑定理論上下巻というのがお手元届いていると思います。足別鑑定理論上下巻ですね。こちらは平成29年度までの担当本試験を分野別に一問一答形式の形で編集し直した過去問集です。過去問集がこの足別鑑定理論上下巻ということになってきます。こちらの復習の際のメインテキストになってきます。講義では使わないんですけど、復習の際にはこちらを使っていただきます。でちょっと形式を確認しましょうね。じゃあ上巻使って、じゃあ上巻の12ページ13ページ準備開きのところで確認していきましょう。はい、偶数ページ左が問題となってまして、右が解説となっています。一問一答形式でこう丸バツの形で問題がなっています。で問題の横見出しのところに星1つから2つという形でランク付けがされています。星が多いほど重要性が高いですね。星3つが一番重要性が高くて、で2、1という形で、まあ、網羅性の観点から掲載はしてるんですけど、星1つの足はこれも無視してください。やらなくていいです。網羅性の観点から掲載しているだけで、これね、問題を解くときはやらなくていいものだと思ってください。試験対策としては星1つの
問題は無視するようにしてください。星2つと3つについて復習の際ですね、しっかりと解いていく、それが鑑定理論の復習方法ということになっていきます。特に1回目の復習は星3つだけで大丈夫です。初めて講義を聞いて復習する際はまずは星3つの足だけをね、復習の際解いていくようにしてください。はい、続いてちょっと去年のものになってしまってるんですけど、お手元平成30年度版の年度別の担当本試験問題集が届いていると思います。これちょっと1年前のものになってしまってるんですが、平成30年度版の年度別、これは直近4年間の、担当本試験40問そのまま掲載したものがこの担当本試験問題集ということになってきます。こちらは最後の仕上げとして使っていくべきものですので、しばらくは使わないで、ね、置いといてください。また使うべきタイミングの時に、ね、お話をさせていただきます。最後の仕上げに使う直近4年分の本試験問題ということになってきます。はい、あとは、緑の小さめのモバイル鑑定評価基準というのがお手元届いていたと思います。これは基準類事項を暗記するための、携帯用のコンパクトにまとめた暗記のツール本ですね。これがモバイル鑑定評価基準と言います。担当対策としては暗記はそれほど意識する必要はないんですが、とはいってもやはり少しずつ基準留意事項の文言に慣れていただきたいので、ぜひこれからずっとね携帯していただいて、通勤通学の時間とかコマ議論の時間ですね、これ開いていただいて少しずつ基準留意事項文言ですね慣れていくようにしてください。そういったこう携帯するようなものがこの、モバイル鑑定評価基準ということになってきます。はい、じゃあ鑑定理論の全体像ですね。じゃあ今回だけちょっとモバイルを使って、表紙めくって、で端書き等々めくりますと、目次がありました。この目次を使ってちょっと全体像を確認していきます。鑑定理論っていうのは大きく、総論というものと、初めくって格論ですね、大きく総論と格論に分かれてきます。総論というのは全ての不動産共通の考え方を学ぶのが総論でして、総論で、格論というのは総論を受けて個別具体的な案件ごとの鑑定評価額の求め方を学んでいくのが格論ということになってきます。で、総論が第1章から第9章9個の章がありまして、一方格論が第1章から第3章ですね、3つの章、つまり 9+3 で全てですと12の章から鑑定理論というのは成り立っています。で、どういった割合で実際の本試験は問題が出されているかといいますと、直近平成30年度ですと全ての章から問題が出されています。やらなくていい章というのはないです。ただ出題数が多いところがありまして、それがこう丸く囲まれたところ、下に矢印、総論第5章7章格論1章で全体の半分5割を占めています。なのでメリハリとしましては、特にこの5章7章格論1章重視して学習を進めていく必要があります。はい、では中身入っていきましょう。お手元合格基礎テキスト準備していただいて、表紙めくっていただいて、で目次等々飛ばしていただいて、ではページ1ページ目ですね、合格基礎テキストのページ1ページ目を開いてください。中身に入っていきます。合格基礎テキストのページ1ページ目を開いてください。はい、中身入っていきます。はい、よろしいでしょうか。1ページ、総論第1章、不動産の鑑定評価に関する基本的考察から入っていきます。鑑定評価の基本的な考え方を学んでいきます。総論第1章というのは総論の中の総論と呼ばれるものでして、2章以降の具体的な概念の理論的根拠が示されているのがこの総論第1章ということになってきます。では2ページ進んでください。真ん中あたり、まずは第1節、不動産とその価格について確認をしていきます。でまずは不動産の在り方という概念を学んでいきます。では枠の中、基準のところを見てください。不動産は通常土地とその定着物を言う、土地はその持つ有用性のゆえに全ての国民の生活と活動とに欠くことのできない基盤である。そしてこの土地を我々人間が各般の目的のためにどのように利用しているかという土地と人間との関係は、不動産の在り方、すなわち不動産がどのように構成されどのように貢献しているかということに具体的に現れるとなっています。もう一度冒頭から、
不動産というのは通常土地と、まあ、建物等々に代表される定着物から成り立っています。まあ、皆さんがイメージする不動産もこの定義通りだと思います。続き、土地はその持つ有用性、有用性というのは役立つ性質です。土地の上に建物を建てることができる、土地を使って農作物を育てることができる、そういった役立つ性質、有用性を持つがゆえに、すべての国民生活の活動に欠くことのできないベースとなるものなんだ。で、この土地を我々がさまざまな目的のためにどう利用しているかという、土地と人間との関係は不動産のあり方、言い換えると不動産がどう構成され、どのように貢献しているかということに具体的に現れるんだということになってきます。不動産のあり方というのは、もう少し簡単な表現すると、皆さんが目にする街並みのことです。街並みを見てみると、土地と人間との関係を把握することができるんだということです。例えば戸建て住宅が立ち並ぶ住宅街、そういった街並みを見てみると、土地は人間は土地の上に戸建て住宅を建てるという形で不動産を構成し、戸建て住宅は人間に対して住む場所を提供するという形で貢献しているということですね。街並みを見れば不動産がどう構成され、どのように貢献しているか、土地と人間との関係把握することができる、それが不動産の在り方ということになってきます。では第2段落見てください。この不動産の在り方は、自然的、社会的、経済的、行政的な要因の相互作用によって決定されるとともに、経済価値の本質を決定づけているとなっています。不動産の在り方、街並みは多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだということです。とともに、この不動産の在り方、街並みというのは、不動産の経済価値の本質、要は不動産の価格を決定づけるんだということになってきます。例えば、同じ規模形の土地であったとしても、都心にあるのと地方にあるのではやっぱり価値が違ってきますよね。つまり、街並み不動産の在り方というのが、不動産の経済価値の本質、価格を決定づけるなということになってきます。さらには最終2行、一方から、一方、この不動産の在り方は、その不動産の経済価値を具体的に表している価格を選択の主要な指標として決定されているとなっています。不動産の在り方、街並みというのは、選択選ぶ際に価格が主要なメインの選択指標として影響を与えるんだということになってきます。不動産の在り方、街並みを決めるときに、価格というのが判断基準として重要な影響を与えるんだということになってきます。要は、はい、画面見てください。上から、多面的な要因が相互に作用することによって、不動産の在り方、街並みを決定し、この在り方が不動産の経済価値、不動産の価格を決定するとともに、この価格が選択指標として在り方に対して影響を与える、お互い影響を与える、これ二面性の関係があります。その例のところを見てください。例えば、高級住宅街にある土地の価格は高くなり、経済価値の本質を決定する。不動産の在り方が不動産の価格を決定するとともに、一方、高い土地を購入した人は価格に見合った高級住宅を建築する。やっぱりそれなりの金額を出して買った以上、それなりの使い方をするでしょう。つまり、価格が在り方、街並みに対して選択肢として影響を与えるですね。お互い影響を与え合う二面性の関係が在り方と価格にはあるんだということになってきます。まずは不動産の在り方ということになってきます。では続いて3ページ移ってください。はい、不動産の価格について確認をしていきます。はい、では枠、基準のところを見てください。不動産の価格は、一般に括弧1、その不動産に対して我々が認める効用、括弧2、その不動産の相対的希少性、括弧3、その不動産に対する有効需要の3者の相関結合によって生ずる不動産の経済価値を、価格をもって表示したものであるとなっています。これから重要なワードは、マーカーをしていきます。まずは、じゃあ5行目ですかね、3者というところをマークしてください。はい、上から5行目、3者というところをマークしてください。不動産の価格というのは、3者が、まあ、お互いに影響を与え合って結合することによって生まれる不動産の経済価値を、いくらいくらという金額、家計額をもって表示したものといえます。じゃあ3者って何なのってことですね。はい、じゃあ2行目から同じくマークしてください。効用、相対的希少性、有効需要。3つですね。これ3者です。3つマークしてください。効用、相対的希少性、有効需要をマークしてください。じゃあこれら3者ですね、どういった意味内容なのかってことですね。下の説明文見てください。
基準留意事項、理解を伴わせて暗記をしていく。理解を伴わせるというのは、こういった下の説明文のところをしっかりと理解するということになっていきます。効用というのは、説明文の最後、つまり役立つということです。一方、相対的希少性というのは2行目、有限で対価が必要だということです。希少有限ということですね。手に入れるためには対価が必要で、有効需要というのは単なる需要じゃなくて有効なので、購入資金を持った買い主がいることです。つまり役立つからこそ相対的に有限で対価が必要で、それに対してお金を持った買い主がいるから不動産の価格が形成されるんだ。これが3者ということになっていきます。はい、上の基準戻ってください。では下から3行目、そしてから。そしてこの不動産の経済価値は基本的にはこれら3者を動かす自然的、社会的、経済的及び行政的な要因の相互作用の結果、相互作用によって決定されるとなっています。不動産の経済価値は不動産の価格というのは3者を動かす多面的な要因が相互に作用することによって決まってくるんだ。まあ、要因サイドからするならば、多面的な要因が3者を通じて不動産の価格を形成するんだということになってきます。で、要因と価格との関係があります。4ページ進んでください。はい、4ページ進んでください。では枠の中見てください。不動産の価格とこれらの要因との関係は、不動産の価格がこれらの要因の影響のもとにあると同時に、選択指標としてこれらの要因に影響を与えるという二面性を持つものであるとなっています。はい、下の図のところを見てください。はい、上から、多面的な要因が3者を通じて不動産の経済価値、価格を決定する。要因の影響下に価格があると同時に、価格が要因に対しても選択指標として影響を与えると、お互い影響を与え合う二面性の関係があります。はい、下の例えばという文章のところを見てください。不動産の取引に関する規制が緩和されると、これ多面的な要因のうち行政的要因のことです。一般に不動産取引が増加し、不動産の価格は上昇する。価格が要因の影響下にあると同時にが、不動産の価格があまりにも急騰してしまった場合、不動産の取引に関する規制を強化する政策が取られる。まあ、価格が要因に対して影響を与える、お互い影響を与える二面性の関係が認められるんだということになってきます。では続いて第2節ですね。5ページ移ってください。今度は不動産とその価格の特徴ですね。不動産ってどんな特徴があるの、不動産の価格ってどんな特徴があるの、学んでいきます。で、不動産の特徴を理解するためには、不動産の基本的な構成要素であります土地の特性を理解する必要があります。で、土地の特性としてまずは自然的、人文的特性というものを学んでいきます。今中基準枠の中では、4行目括弧1というところから見てください。括弧1というところから見てください。括弧1、自然的特性として地理的位置の固定性、不動性、非移動性、永続性、普遍性、不動性、個別性、非同質性、非代替性等を有し、固定的だって硬直的である。括弧2、人文的特性として用途の多様性、用途の競合、転換び併存の可能性、英語及び分割の可能性、社会的及び経済的位置の可変性等を有し、可変的だって伸縮的であるとなっています。はい、マーカーしていただきたいのはまずは4行目、自然的特性というところで、1行開けて固定的、硬直的、できれば対比概念なので色を変えていただいて、括弧に人文的特性というところ、あと1行開けて可変的、伸縮的というところをマークしてください。土地というのは固定的で硬直的な自然的特性と、可変的で伸縮的な人文的特性ですね、相矛盾する2つの特性を有しています。で、自然的特性としては具体的に5つ、人文的特性としては具体的には3つ示されていましたので、じゃあそれぞれ確認していきます。まずは自然的特性から、下の説明文のところを移ってください。自然的特性というのはタイトルの横、土地そのものが有する本来的な特性ということになってきます。で、まず1、地理的位置の固定性と不動性、非移動性です。本文、土地の地理的位置は、地理的な位置は固定しており、そうですね、それぞれの土地、北緯南度、東経南度という形で固定しています。これ地理的位置の固定性です。で、後段、ここの土地を他の場所へ移動することは不可能だ。そうですよね。例えば東京の土地を九州に持ち帰るなんてことはできません。だからこそ不動産というわけですね。
不動性と言います。丸に永続性不変性、土地は使用しても消耗し枯渇することはなく朽ちることもないんだということになってきます。対比的に建物を使い続けると経年劣化、最終的には壊れてしまうということもありえます。一方土地というのは使い続けても、まあ、なくなったり朽ちたりすることはないんだということになってきます。では6ページ移ってください。はい、丸三、不造性というところを見てください。本文、日本の国土面積は埋め立て等により多少の変化は考えられるものの、全体量として大きく増減することはないとなっています。例えば一般の材、こういったフリクションマーカーありますよね。増産体制を整えて増やすってことできますよね。一方例えば田園調布の土地人気が出てきました。じゃあ簡単に増やすことができるかというと、基本これ埋め立てとかできませんので田園調布の土地増やせないですよね。それが不造性と言います。で続いて丸4、個別性、非同質性、非代替性です。ここの土地は他の土地と区別されるべき性質を有しており、全く同一の土地というものは2つと存在しないということです。物理的な意味において全く同質な代わりになるような土地はないんだ。それが個別性ということになってきます。では続いて人文的特性です。人文的特性というのはタイトルの脇、人間と土地との関係から生まれてくる特性です。まあ、人が働きかけをすることによって生じる特性が人文的特性ということになってきます。でまず ① 用途の多様性、用途の競合展開、併存の可能性です。ある土地について用途が競合、商業地と住宅地と転換、農地から宅地と及び併存、店舗付きマンションとし得るとなっています。こういった一般の際というのは基本的には一物一用途ですね、マーカーするというですね、一用途しか通常考えられないんですけど、土地というのは人が働きかけをすることによってさまざまな用途が考えられるんだということです。それが用途の多様性ということになってきます。では丸に、併合分割の可能性、土地は一旦区画されたとしても必要に応じて併合分割し得るということです。隣り合っていた狭い土地を併合することによって広い土地にしたりとか、あとはなだっ広い土地で使い勝手が悪かったのでこう10区画に分割するとか、人が働きかけをすることによって併合分割し得る、併合分割の可能性ということになってきます。では丸3、社会的及び経済的位置の可変性です。こちらの横見出しコメントのところの具体例見た方が分かりやすいです。コメント3行目から、郊外に大型ショッピングセンターが開店したことにより駅前商店街が衰退することですね。人が働きかけて郊外に大型ショッピングセンターを作ったことによって駅前商店街がシャッター通りになってしまう、社会的経済的位置が変わりうるんだということになってきます。でこれらは覚えるというよりもそれぞれの特性、あこういったことなんだなイメージできればまずは十分ということになってきます。でページ戻っていただきまして5ページ、基準の続き確認していきます。はい、5ページ戻っていただきまして、枠の中最終4行を見てください。はい、最終4行を見てください。不動産はこの土地の持つ所得性に照応する特定の自然的条件及び人文的条件を予見として利用され、その社会的及び経済的な有用性を発揮するものである。そしてこれらの諸条件の変化に伴ってその利用形態並びにその社会的及経済的な有用性は変化するとなっています。今まで自然人文的特性というのを学んできたんですけど、今自然人文的条件というのが出てきました。横見出し言葉の意味というところ、条件とは土地の特性が不動産に作用して個別具体的に表現された状態を意味しています。特性というのが抽象論で、それが個別の不動産土地に現れたものが条件ということになってきます。不動産というのは特性に対応した特定の自然的人文的条件を予見前提として利用されることによって社会的経済的な有用性、要は経済価値が認められるんだということです。そしてこの前提の諸条件が変化すると社会的経済的な有用性、経済価値も変わってくるんだということになってきます。では続いて不動産の特性ですね。6ページ下の枠の基準のところを見てください。6ページ下、不動産の地域性というものを確認していきます。6ページ下確認していきます。では枠の中、不動産はまたその自然的条件及び人文的条件の全部または一部を共通にすることによって他の不動産ともにある地域を構成し、その地域の構成分子としてその地域との間に依存補完等の関係に、およびその地域内の他の構成分子である不動産との間に共同代替競争等の関係に立ち、これらの関係を通じてその社会的及び経済的な有用性を発揮するものである不動産の地域性と言います。7ページ図のところを見てください。
不動産というのは一匹狼的に価格が決まってくるのでなくて、同じような使われ方をしている不動産投資が集まって一定の地域を構成し、その地域との間に依存補完の関係に、さらには地域内の他の不動産との間に共同代替競争との関係、こういった関係を通じて不動産の価格というのは決まってくるんだ。これが不動産の地域性です。要は不動産の地域性というのは一言で言うならば、はい、画面見てください。不動産は地域の特性の影響を受けて価格が決まる。これが不動産の地域性ということになってきます。一匹狼的に価格が決まるんじゃなくて、地域の特性の影響を受けて不動産の価格が決まっています。じゃあ影響を与えるこの地域の特性、どういったものがあるのかってことですね。では7ページ下、説明文のところ、地域の特性というところを見てください。7ページの下、地域の特性と書かれている説明文のところを見てください。では説明文2行目真ん中あたりから。自然的条件を共通にして構成される武蔵野台地、最上川流域等といった地域や行政により区画される東京都、8ページ。大阪府等の地域が考えられる。また、日常生活品の小売店舗を中心として構成される丸々駅前商店街といった地域等も考えられる。このように地域を分別して認識する場合、その把握の観点の違いによって地域には種々のものが考えられ、一般に不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。最終2行をマークしてください。不動産は異なった観点から把握される地域に重なって属しているんだということになってきます。そちらマークしてください。地域というのは様々な観点から捉えることができて、通常不動産というのはいろんな観点からの地域に重なって属している。例えば今これ収録しているのは東京23区中野区内のレック本社ビルです。でこのレック本社ビル、じゃあ自然的条件という観点から捉えると、これ関東平野に属しています。じゃあ行政区画という観点から見ると、これ東京23区ですね、中野区に属しています。じゃあ交通体系という観点から見ると、東京はの東西に中央線というのが走っています。でこれ中央線沿線沿いなんですね。そういった地域に属している。異なった地域に、異なった観点から地域に重なって属している。それが不動産なんだということになってきます。それは地域の影響を受けて価格というのが決まってくる。不動産の地域性ということになってきます。はい、じゃあちょっと一旦これで切っておきましょう。はい、以上をもちまして第1ユニット講義の方終了いたします。